皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は must、 これですね。これを使った文の練習問題を解いていきます。この must というのは何々しなくてはならないという意味で、 must not になると何々してはいけないというほぼ禁止の意味の文章になるんでしたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本語の意味に合うように英文を完成しましょう。こういう問題です。括弧1、あなたたちはここで泳いではいけません。ここで泳いではいけないという、しちゃいけないというのは禁止の文章ですから、この must not、これを使いますね。ですから、you must not swim here. You must not swim here. こうなります。括弧2番。彼らは教室を掃除しなくてはなりません。ね、掃除しなくてはならない。しなくてはいけないというのは、must そのまま使いますね。彼らはですから、they ですね。主語の後ろに must、ね。must。そして動詞の原形。must 掃除するは clean their classroom、ね、they must clean their classroom、 こうなりますね。括弧3番、私は今日母を手伝わなくてはなりません、ね、手伝わなくてはならないというのはしなくてはいけないので、上の部分のこの must を使います。ですから I must 手伝うは help ですね。 I must help my mother、 そして最後に今日という時間を表す today。 I must help my mother today。 I must help my mother today。 これで私は今日母を手伝わなくてはなりませんという英文が完成しました。四角の2番、各組の2つの文がほぼ同じ意味になるようにしましょうという、ね、こういう問題です。ここで問題を解く前に確認しておきたいのが、 must しなくてはいけないという意味を持つもう一つの表現、覚えていますか？これは have to でしたね。そして何々してはいけないという主語が言うの時の禁止の文章、これは1年生で習った否定の命令文、してはいけない、それは don't で始まる命令文ね、これでしたね。この2つを使った練習問題です。各組の2つの文がほぼ同じになるようにしましょうですね。括弧1は、She had to finish her homework today. She had to finish her homework today. 彼女は今日宿題をしなくては、終わらせなくてですかね。終わらせなくてはなりませんっていう、ね。この has to、ここですね。must と同じ意味ですから、must に書き換えることができます。ですから、she must。must は助動詞ですから、主語がどんなものが来ても形が変えることはなかったんですね。she must、その後ろは動詞の原形の finish。she must finish her homework today。she must finish her homework today。こうなりました。括弧2番。You must not drive a car. You must not drive a car. あなたは車を運転しちゃいけません。車を運転しちゃダメですよという禁止ですね。禁止は don't の文章に書き換えます。ですから、don't その後ろは動詞の原形ですね。don't drive a car. don't drive a car.You must not drive a car と
ほぼ同じ意味の文章ですね。 Don't drive a car、ね、テストでこの書き換えの文章もよく出ますので、ここで覚えておいてください。今回は must を使った命令文、 must と同じ意味の表現に have to がある、 must not の書き換えの練習をするとき、 don't を使う場合がある、このことを覚えておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。